今日一番びっくりしたのはこちら。皆さんわかりますか？皆さんこんにちは。サワディーカー。ひらがなネットの江戸です。今私はタイにいます。これからはしばらくタイから発信することになります。ぜひ見てくださいね。今回はタイの朝の市場を紹介したいと思います。では行きましょう。バイクタクシーで市場へ行きます。タイではタクシーでもバイクタクシーでもアプリで呼ぶことができます。こちらはガンジナブリ県の朝の市場です。ガンジナブリはタイの西部にあります。市場は夜中の2、3時くらいに始まります。夜中はお店、食堂などをやってる人が買いに来ます。明るくなったら一般の人が買いに来ます。食べ物、お花、生活用品などが売っています。市場の前に必ず売っているのはお花です。タイは仏教の国ですので、お供え用のお花がたくさん売っています。果物もたくさん並んでいます。小さいバナナは20バーツです。安いですね。みかんは1キロ50バーツくらいです。こちらは干物などを売っています。豆腐もあります。固めの豆腐でもやしと炒めるのが定番です。こちらは麺を売っているお店です。そうめんに似ているものもあります。こちらはあんかけ用の豚の皮です。こちらはタイ人が大好きな味の素です。何の料理でも入れます。こちらはお肉売り場です。牛肉、鶏肉、豚肉が定番です。お肉を買うときは欲しい部分と量を言って切ってもらいます。魚は川の魚の方が多いです。カエルとウスラも売っています。私は食べたことないですが美味しいと聞きました。そして今日一番びっくりしたのはこちら。皆さんわかりますか？ネズミです。でも私は小さい時から食べていました。あんまりお肉はないですが、骨ごと食べられます。私は唐辛子と炒めるのが一番好きです。こちらはタイの朝ごはんの定番、ムーピンという焼き豚です。こちらも定番のセット、揚げパンと豆乳です。タイの豆乳は砂糖がたくさん入ってます。こちらは私が大好きなもち米焼きです。もち米の中にバナナまたはタロイモが入ってます。外はバナナの葉っぱです。中身はこんな感じです。こちらも朝ごはんの定番、カノムクロックです。ココナッツミルクから作られたものです。このお店は生活用品、香辛料などが売っています。小分けしているので一般の人が買いやすいです。この店はお菓子の問屋さんです。たくさん買うと安くなります。この店は昔からあるコーヒー屋さんです。男の人がコーヒーを飲みながらおしゃべりするのがよく見る光景です。次回は夜の市場を紹介したいと思います。楽しみにしてください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。